僕に不可能はないってね。素晴らしい。殺さないのがいいんだよね、スパイダーマンのね。ハンマーヘッドの一件以来、きっと気持ちに整理をつけてたんだろうけど、スーツ着て戻るなんて、しかもレースって何？目を光らせとこう。オッケー、次。ハーリー。それにあのカルトたちにも目が足りないよ。ほんとね、ハリーどこだっけ？こっちか？こっちか。なんかこの辺砂多くない？サンドマンの結晶があるんじゃないんですか？あそこか。意外と糸が切れない。ここは？なんだい？エミリー・メイ。ここ財団だったんだ。ファンデーション？ファウンデーション。わかんねえ。あ、久しぶりに見たぜ、この顔。ピート。これエミリーの木だ。エミリーって誰？したんだね。ハリー、スタートアップだって言ってたよね。本当はもっと地味なの考えてたけど。ほら、これは全部父さんがいろいろ手配してくれてさ。ピーター・パーカー。どうだ、気に入ったか？まだ来たばっかや。オットーと君がいたあのいかがわしいラボとは雲泥の差だろ。こうして君が加わった今、この財団も軌道に乗ること間違いなしだ。父さん、ピーターはまだ入るって決めてないんだ。ああ、そうなのか。これから案内するんだ。その後決めてもらうよ。そうか。こうして二人がまた一緒にいられる姿を見られるとはな。このお父さん、いい人な。行くよ。楽しんで。初回で息子食っとったやん。バッジ出して。探検出発。バッジ？ああ、体育館でもらったやつ。まずお前に見せたいのは下の階。かしこまり。ここすごい。だろう？こんな豪華なのいらないって言ったんだけど。いつの間に。治療中に父さんが用意してくれたんだけどさ。半端じゃねえ。少し手を加えた。例えば、僕の給料を研究費に変えて、一応外れないよう理事を選んで、世界を癒すって目的に沿うように研究を選抜。まずは昆虫学者のヤング博士に会って。昆虫学わかる？うん。博士はミツバチの研究をしてるんだよね。正確に言うと、ビーハンターの研究。ええ、ジン、今何かあるの？昆虫学エリアで実施した AI 学習は実習権ができない。ヤング博士と話す？話せってことだろ、これ。あなたがピーターね。そうだよ。どうぞよろしく。あなたも気に入るはずよ。はじめまして、ヤング博士。蜂の研究をしてるんですよね。ええ、急を要する状態なの。何？人の食料の3分の1は蜂が受粉した穀物なのけれども、蜂の個体数は今劇的な減少の一途をたどっている。ビーハンターのせいでね。これなんか蜂を守る技術を開発した。ガチの話じゃない、これ。見てみる？うわ、これいいね。このドローンは蜂の護衛みたいな。おい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 、これ以上いけれんってことか。ホログラムの B ハンターが見える？お、なんこれ。落とせばターゲットの認識精度が向上するの。将来的にドローンで B ハンターを追い払えるようにしたいんだ。お、これ何？
ああこいつらを撃ち落とせってこと。やったね。あいつか。逆か。こっちか。安心して受粉続けられるよ。ああこの黄色いのに敵がたかっとるよってことね。敵っちゅうか B ハンター。こうやって敵と撃っても当たるんかな。結構狙っとったんだけど。あ、適当でもいいね、これ。ここか。2を守るぞ。ない。ありがとう。素晴らしい成果よ。ねえ、全然適当でも当てれるじゃん。もし現実でBハンターを倒せていたなら、蜂の命を救えているわ。どうもありがとう。500匹ものね。そんなに？ぜひお手伝いさせてください。神経回路の速度を早められるはず。ええ、ありがたいわ。ピートが転職を決めたらまた話すといいよ。どうも博士、まだ見せたいものがあるんだ。いいじゃん、ここで働けば。この先は医学研究エリアだよ。陽子線の研究をしてるんだ。 X 線より照準が優れてて放射線量も少なくて済む。全部二人で話してたことだ。僕らの夢が世界をより良い場所にするのか。そういうこと。やっぱ賢いよねスパイダーマンたち。ウェブ作っとるぐらいだし。ハリー、ちょっと来てくれるから。ああ、後でじゃダメですか。すぐに済む。どうぞ。どうも。手ないや。彼はピーター、コナーズ博士だよ。前に一度会いましたよね。オクタビアス博士の助手でした。以前電気触覚のコンサルでラボにいらっしゃいましたよね。ああ行ったな。博士のことは残念だ。未来ある研究なだけに。今朝から体調に変化は？めまいや痛みはないかい？不安だったり衝動を感じる？いいえ、絶好調ですよ。余計失敗だ。会えてよかったよ。ハリー、なんだよお前。ハリーの主治医がリザード。人はやり直せるって父さんが。ごめん、ちょっと電話してくるけど。探検してこいよ。後で上に来て。じゃあマイルズに電話しろよ。かなり驚きだったかも。いや、マイルズに電話してあげんのかい。コナーズ博士を歓迎してるみたいだね。探検してみるか。地球の生命の起源は謎に包まれている。これってどうやって進むの。先、あ、上に来いって言ったっけ。上に行けばいいんじゃない。エベレーター乗れんじゃん。くそ、乗れんじゃないかよ。あ、あそこにもエベレーターがあります。お、ここか、ここか。昆虫学、天文学、量子加速、ロビー、農学、農学まで行っちゃおうか。ハリー、なあ、見終わったら2階に来いよ。2階かい。また後でね。量子加速器ね。出口。探検のしがいあるな。でもハリーが待ってる。明日は配送のためロビーのコーヒーショップを閉店します。人事に紹介ボーナスのこと。ハリー来たよ。本物の粒子加速器。これで下の治療室に陽子線を送るんだ。今は修理中なんだけど、すぐ使えるようになる。感動もの。何これ、アイアンマンの心臓部みたいなやつ。どこ行くの。最上階だよ。本当に気分良さそうだね。最高。記憶を掘り起こして
思い出してみて。高校よりも前の中学時代。オッケー。農学じゃない。ねえ、覚えてる？また。人気者だな。ごめん、生徒からの連絡で。それで？中学で習うグレゴール・メンデルと豆の話を覚えてる？なんとなくね。遺伝学と植物雑種だろ。それ、実はフォスター博士は植物遺伝学の分野で賞を総なめにしてるんだ。すごいな。そうだ、探検してた時、魚に餌はやってみた？やってない。まだやってない。ねえ、やらなきゃ。ビルの中でもお気に入りの場所の一つなんだ。落ち着くしさ。先言ってくれよ。それ鱗の細胞組織をヒントにした研究をしてるんだよね。後で必ず行く。うん。ハリー、体調大丈夫？これがフォスター博士かな。お話しする気？ですよね。ああ、君がピーターかい？ハリーから噂は聞いているよ。ピーターです。はじめまして。フォスター博士は農業効率の研究をしてるんだ。人口増加と予期せぬ気候変動に対応するためにより迅速な自然への適応を求められている。素晴らしい。異常気象だったり害虫の増加に耐えられる農作物を作るため遺伝子組み換えでカスタマイズしてやるんだよ。テストベッドを見てみるかい？やったね。植物の遺伝子をいじって最適品質を最大化する。例えばエネリでも育つ植物とかね。シミュレーションのゴールは成長の最大化。どういうこと？練習してごらん。はい。塩基対をマッチさせてたくさん成長遺伝子を組み込めば世界に供給できる植物になる。こういうこと？なるほどね。おお。何やこれ。うん、分かってきたかも。よし、それではそろそろ本番といくか。我々は日照りでもよく育つ植物を開発している。これって遺伝子組み換え作物の特許で稼ぐ企業は批判されていませんだ。だが我々はオープンソースで収益ではなく持続性のために研究している。これ何やろ。頭いい。分からんけど、なんかあれ入れたくないな。え、違うんかい。いや違うんかい。これじゃないってことね。ああ、もうこれ置くとこ決まっとんじゃん。なんだよ。そうならそう。え、そうだね。違うんかい。あ、待って、これもしかして結合の仕方？ああ、分かったかも。俺は分かってしまったかもしれない。ちょっと一回返して、これがこうの、ほら、腕の数ね、これ。はいはいはい。理解。これ、どっちでもいいんかな。こっちにしようかな、じゃあ。あ、どっちでもいいね、これ。こっちにしよう。どうなるん、これ。いや、わからん。何これ。食料供給が一歩前進。さすがだな。君はまだ正社員じゃないんだろうけど、よければもう一つ見てくれるかな。君の意見を聞きたいんだ。都市菜園用に改良した作物なんだよ。もちろん。あ、なんか上に書いてある。必須。素晴らしいな。ごめん、すんなりできちゃったよ。この技術を役立てれば飢餓が2035年までに解消されるはずだ。おお、すごい、うん、よければ実験に使えそうな屋上紹介できますよ。ああ、ありがたいね。アリーの言う通り、君は有望な人材だな。どうも博士。次はどこ？終点。僕のお気に入り。威厳はあるけど威圧的じゃなく、遊び心があってかっこいいけどひけらかしてない場所。なんじゃそりゃ。その通り。僕たちのね、
立ちって、はい、忘れないで。ピートが今日見たものは僕らの研究の一部に過ぎない。決めるのは最後のお楽しみを見てから。わかった。ほら、社員証はないと入れないよ。どこだっけ。いや、ポケットに、ポケットに入れてなかった。これハリーは入りたくない。ハリーじゃねえわ。ほら、ピート。すごい。コーヒーがある。ああ、メイおばさんかいね。ああ、これって。ハリー。こんなすごい場所ってないよ。本当に完璧だけど。だけど、ここのとこ慌ただしくてさ。治療してる間、病気が治ったら何するかずっと考えてた。それに母さんの声が、地球が危ないって語りめっちゃ人。あなたが救うのよってね。あのおかんだけガチの写真みたいじゃん。なんこれ。二人でならきっといろんな可能性が広がるはずだ。目標？まあ頭脳派はお前の方だよ。ピーター、母さんとメイも喜ぶはず。あ、ちょっと待てって。もちろんやりたい。でも条件がある。デスクあっちに移動していい？壁向いて仕事したいんだよね。いや、いいんかい。あ、そうだ。それいいんかい、ピーター。Welcome, Peter. あ、始める前に個人指導の仕事を引き継ぐ時間くれないかな。もちろん。焦らなくていいよ。バランスが大事。おお、それ知ってんだ。コニーアイランドは行くよね。当然。ハリー、何隠してんだよ。ああ、言い忘れてた。研究員が町中に野外実験を設置したんだ。暇な時覗いてみて。バッチでアクセスできるよ。位置情報送っといた。わかった、行ってみるよ。え、そんなことよりもまずマイルズだろ。マイルズ、いや、ごめん、かけ直せなくってさ。実は仕事決まったんだ。本当に？どこに就職したの？親友が経営してる財団だよ。本当にすごいとこなんだ。その話はまた後。それで誘拐犯のことだけど、ガン家と痕跡を追ったらウィリアムズバーグブリッジにたどり着いたんだ。そこで待ってる。また、エッセイ終わってないんだろ。あるけど仕事優先。マイルズ、君の仕事は将来を考えること。何か分かったらまた連絡するよ。分かった、気をつけてね。何何、バイディが手を貸してもフォスター。何これ。ピーター、生命財団へようこそ。フィーストと食料供給プロジェクトを始めたんだが、まずは細胞の改良してるんだ。さっきの分。近くの植物からサンプルを採取して遺伝子を組み替えてくれるかい。はい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 。サンプル集めて遺伝子を組み替えて食料を。オーケー。ベストなサンプルはないかなと。これじゃないんかい。どれだい、どれだい。え、どれでもいいわけじゃない。え、どれ。健康そうな植物があるはずだよ。上
いや、ないな。何？これなんかちょっとうねうねしとるやつ？これ電気線か？あ、これか？近くにあるはず。はい、行き過ぎ。はい。今、みかんじゃない。みかんどっか、あ、これや。みかん。繁殖力抜群。みかんじゃないかも。おい、おい、これだけじゃないと、だけじゃないということですね。これか。おい、これは水の効率が良さそう、使えるかも。終わり？いや、まだあるね、まだあるね。ん？反対側か？あ、行き過ぎ。厳密に言えば雑草だけど、この体感性は使えそうだね。よし、サンプルは取れた。オッケー。それじゃ合体させよう。かしこまりました。オープンソースの遺伝子組み換え作物なんてすごいな。ふう。生活の基礎に関わるなら利益は度外視すべき。どれどれ、どれどれ、ダメやん。こいつここじゃつながらんわ。こうか。これを一回外してこ、あ、横見てなかった。こっちか。じゃあこれのこう、こっちやね。成長が楽しみ。でこうの、これはどっちでもいいんだろうな、多分。あ、良くないわ。早くて生産性も高い植物。それがあればフィーストでいろいろできるな。キュウリか、これ。オッケー。質のいい掛け合わせの種もできたし。よっしゃ。種を植える準備さえすれば完璧。水を最適化しよう。はい、終わりじゃないんかい。あのバルブを引っ張らないと。まずいな、修理しなきゃ。はい、はい、あ、ウェブウェブウェブ。危ない危ない。俺のせいで水圧が下がってるみたいだ。全部見つけなきゃ機能しないな。あ、まだか。ウェブウェブ。見積もりが直せん。ウェブウェブ。おい、危ねえ。どこだ？いっぱいあるやん。ウェブ。はい、ウェブウェブからの、オッケー。いや、まだあった。え、あ、違うって、ここ。お、お、お、行けた。おばさん、園芸じゃ雲の上の人だったな。どこどこ。あ、こうやって打てばいいんか。へえ、こういうことね。よし、これで治るよ。ああ、やった。上手。他にどんなプロジェクトがあるのか気になるな。ただちょっと私は気づいた。時間がない。ということで今日はここまでかな。次はあの橋に行くところからだな。あのマイルズの紫の部分はマイルズの時にしかないんかな。でピーターの時には今の再演みたいな遺伝子組み換えになるんかな。よし、とりあえずこのアイテム回収して、あ、間違えた。おい、よし、これを回収して終わりにしましょう。レベルアップしたけど何もしてないよね。